みんなはご飯派？それともパン派？どうもどうも、ニュース大好きマスクニャンです。今日はあのハンバーガーチェーンが高級食パンを発売するっていうニュースだニャン。こちらはちょっと贅沢なテイクアウト用の食パンです。モスバーガーは来月から食パンの予約販売を始めます。テイクアウト需要の高まりを受けて、家でも楽しめる商品の販売を強化したということです。卵とバターの味が濃厚で口の中に広がっていきます。商品名はバターなんていらないかもと思わず声に出したくなるほど濃厚な食パンで、価格は1斤4枚切りで600円となっています。月に2回およそ1000店舗で販売します。にゃんとにゃんだか長くて間違えちゃいそうな名前の食パンだけど食べてみたいにゃ。モスバーガーのこの食パンは予約限定の受注生産、毎月第2金曜日と第4金曜日に販売するんだにゃ。週末のちょっとリッチな朝ごはんにおすすめにゃんだって。そう、パンといえば食パンの人気が続いているんだにゃ。富士経済によると2015年から国内のパン市場は伸び続けていて、中でも特に食パンが好調なんだにゃ。この食パン人気は高級食パンが登場したことで加速しているみたい。2013年にコンビニ大手のセブンイレブンが金の食パンを発売し大ヒット。それまでスーパーやコンビニなどで売られる食パンは低価格のものが一般的だったけど、金の食パンは原料や製法にこだわった高価格帯の商品だったんだにゃん。この後大手のパンメーカーも高級食パン市場に続々参入したんだにゃ。同じく2013年に食パン専門店も登場。2斤を800円から1000円程度で販売する一本堂や野上などがオープンして、高級食パンがブームになっていったんだにゃ。以降全国各地に店舗が増えたり、新たな食パン専門店も次々にできてるにゃん。食パン専門店の市場規模は2015年に18億円だったのが、今年2021年には265億円にまで拡大すると予測されているんだにゃん。食パンといえば自宅用って人が多かったのが、手土産にする贈答用の需要が増えて市場が盛り上がっていったんだにゃ。今後も高級食パン人気はしばらく続きそうだにゃ。でも高級すぎるとショックパンにゃんちゃって。今日も見てくれてありがとにゃん。チャンネル登録よろしくにゃん。